森保監督の元チームメイト、オーストラリア代表ポポビッチ監督が日本撃破に意欲。今月15日に埼玉スタジアムで行われるダブル杯アジア最終予選、日本VS オーストラリアに向けて敵国オーストラリア代表のポポビッチ監督はザ・ニューデイリーで次のように意気込みを語った。もちろん、それは大きな挑戦であると同時に、日本で勝つという大きなチャンスでもある。我々はもっと良くなれる。このパフォーマンスを改善できれば、試合に勝てるし、それが本当に鍵になる。現時点での最高のチームと対戦するために日本へ行くことになる。素晴らしいチャレンジだし、待ちきれない。恐れることは何もない。日本へのリスペクトに満ち溢れているよ。私が日本でプレーしていた時のキャプテンだったから、監督のことはよく知っている。森保は素晴らしい人間だ。日本サッカーを進歩させた、彼がどのように選手を入れ替え、どのように変化したかを知っている。だから、彼に対してはとても嬉しく思っているよ。と語った。森保の現役時代知らないけどキャプテンしてたのか、元同僚がそれぞれ別の国の代表監督なって最終予選で激突ね。なんかドラマだな。今の日本代表は正直歴代最強だろうし、オーストラリア相手に負けることはないと思う。けど毎回オーストラリア相手には手を焼くイメージがあるから気を引き締めて勝ってほしいですね。それでは遠慮なく恐怖を植え付けてあげましょう。中国に勝ったくらいで自信とかシュールなだけ。オーストラリアはサウジと同レベルで昔の力ないし負ける方が難しいだろ。今のオーストラリアの実力からして日本に負けて当然という状況なわけだから、恐れるものは何もない。当たって砕けろということでしょうね。昔はシンプルに強み生かしてきて本当に厄介なチームだった。ケイヒルやシュゴーツァーみたいな世界レベルもいたしね。3戦全勝無失点、こっちには守護神材を呼びますから、1引き分け。